私の JBN 芸能界テインメントワールドチャンネルへようこそ。嵐、桜井&相葉の W 結婚報道と年末歌番組への既婚者メンバーの共演。ジャニーズ事務所の人気グループ、嵐の桜井翔と相葉雅紀が今月28日、それぞれ結婚を公式ファンクラブサイトで公表した。2人の結婚相手は共に一般女性で、桜井のお相手についてはかねてから交際が取り沙汰されていた慶応義塾大学の同級生で学生時代から親交のある地方テレビ局勤務だった女性。一方の相葉のお相手は、約10年間にわたって交際を続けていた一学年上の女性とされている。すでに2人とも入籍は済ませて同居生活をしているが、挙式、披露宴の詳細は未定という。現在活動休止中の嵐では、メンバーの二宮和也が2019年にガンアナウンサーの一般女性と結婚して今年3月に第一子となる女児が誕生している。今回の桜井と相葉の異例とも言うべき電撃同時結婚発表により、既婚メンバーは3人となった。民放テレビ局の情報番組スタッフは語る。20年末のグループの活動休止発表後の相当遠くない将来、二宮さん以外のメンバーの結婚も発表されるだろうとは大方のファンも予想はしていたことでしょう。ただ、活動休止から1年も経たないうちに新たに2人のメンバーが、結婚を同時に発表するとは正直驚きましたね。しかも、最も結婚が早そうと思われていた大野智さんではなく、桜井さんと相葉さんというのも意外でした。まあ、大野さんに関しては週刊誌や女性誌の一連の報道を見ると複数の女性との交際が取り沙汰されていましたからね。その点、桜井さんと相葉さんはどちらも長く交際している本命女性の存在が知られていましたし、その文豪ルインが早かったのかもしれません。一方で、結婚の事実とともに大きな話題を呼んだのが、このタイミングでのメンバー2人による結婚同時発表という異例のスタイルだ。一部報道では、桜井と相葉が2人で東京五輪、パラリンピック後に結婚を同日発表する案を考えたとのことだが、スポーツ紙デスクは前出の民放テレビ局の情報番組スタッフ箱を分析する。やはり2年前のジャニー喜多川さんの死去に続き、今年8月に藤島メリー靖子名誉会長が亡くなり、経営陣が若返ったのは大きいでしょう。加えて、発表当日の28日には東京、愛知、大阪など19都道府県への緊急事態宣言と宮城、石川など8県に出されているまん延防止等重点措置の全面解除の正式決定が発表されたほか、翌29日には世間の大きな注目を集める自民党の総裁選が開催。さらに眞子さまと小室圭さんの結婚など世間の耳目を集める大きな話題が他にも盛りだくさんということで、このタイミングを狙ったのではないでしょうか。W 結婚で紅白をめでた W 司会案も。そうした中、今回の同時結婚発表を受けてにわかに期待が集まるのが、2人の大晦日共演という。大手レコード会社のスタッフは語る。桜井さんと相葉さんによる今年の NHK 紅白歌合戦の総合司会ですよ。今年の紅白では東京五輪、パラリンピックの特別企画が行われるのは規定路線です。とはいえ、NHK の今年のオリンピックのテーマソングであるカイトは、嵐が活動休止中ということでさすがに披露されることはないでしょうけど、スペシャルナビゲーターを務めた2人が紅白の総合司会を務める中、メンバーの歌唱映像を流せばそれなりに格好はつきますしね。さらに、こう続ける。しかも、今年の紅白は20年と同様に新型コロナウイルス対策を徹底した変則開催となることが予想されており、例年よりも複雑な進行になることは間違いなく、司会に関しては基本的な段取りを知っている経験者の方がいいだろうという声が多いんです。実際、昨年は一昨年に続いて内村光良さんが担当しました。その点、桜井さんは18年、19年と2年連続で、相葉さんは16年にそれぞれ白組司会を務めており、紅白の実情も分かっていますからね。嵐の新婚メンバー2人の大晦日共演はあるのか。私のビデオを見てくれてありがとう。最新のビデオを受け取るために私のチャンネルを購読してください。